ラテストイコールドビュックは、フランス、ヌーベルイコールは規定の地域圏、ジロンド圏のコミューン。ランドドガス購入地方の中心コミューンである。アルカション1の南に位置する。コミューンの西側は南北に細長いピラサ丘が広がる。大西洋に面した砂浜は、夏季の人気の観光地である。コミューン南部は、ジロンド圏とランド圏の県境が通る火蔵湖である。 カゾウウンがこの地域の最初の定住の記録は、紀元前8世紀に遡る。アクイタニ人の一部族、ボイアテス族が定住した。彼らは漁業をし、土地を耕し、松から松屋に劣る技術を習得していた。彼らは船体を腐食や水の浸透から守るため、へっついで松屋にを固めたールを作ってコーティングする技術を身につけていた。 中世初期までのラテストの歴史は、わずかしか知られていない。ペイド・ビュック地域は、キャプタル・ド・ビュックという称号を持つ、封建領主が治めていた。ラテスト、カゾウ、グシャンの教区では、すべての男女や子供が貿易に従事した。彼らは魚を取り、森で松屋にを取り、釜でタールを作り、農業やワイン用ブドウを栽培した。少しばかりの羊や牛が、 ランド地方で飼育されていた。家の位置は、ブドウ畑と菜園の間に整然と並ぶことはなかった。真ん中に通る通りに面して、白塗りの平屋がいくつか点在していた。生活は過酷で、栄養失調に起因する疾患であるペラグラが、住民に一般的に見られた。18世紀、ランド地方の海岸は、 毎日吹き寄せる風で起きる侵食に脅かされていた。キャプタルドビュックである、リュア家は、海岸に松を植え、風による侵食を抑えようとした。しかし植えた松はわずか数年でダメになってしまった。ラテストの町は100個余りの住宅で構成されたから、隔絶していた。夏には、風で、ゴミが舞い上がり、冬には、泥が道を埋め尽くした。町の全体的な外観は、 貧しく荒廃した印象を与えていた。潮の看満は、遠征の湿地の奥深くまで浸透し、時には境界まで水浸しであった。19世紀は、火蔵平野の農業化を進める事業が行われた世紀であった。1835年に火蔵運河が完成した。1841年、ボルドーからの鉄道路線からテストに到達した。 この出来事は、ラテスト一体が、観光業に向けて開かれるきっかけとなった。1857年、ナポレオン三世が交付した、帝国令によって、アルカションがラテストから分離し、コミューンとなった。19世紀後半平ドビュック地域で、松の植林が進められ、20世紀には、ランドの森と呼ばれる広大な松林が誕生した。アルカションに比べて、 ラテストの成長は緩やかだった。しかし、第一次世界大戦が始まり飛行場が設置され空軍基地となった。1950年代からラテストは人口爆発を経験し伝統的な生活が変わった。石油から製造される安価な代替品に押され、松屋にの最終の黄金時代は終わりを告げた。1970年代に パールの製造工場が閉鎖された。参照元、1968年以降陰性、第一に、観光業、ついで柿養殖、造船業が行われている。作業に困難が伴う柿養殖業は携わる、労働者が減り続けている。ありがとうございます。